ときは、どうも、くまです。今回は、このっつってないけど、このね、オータムハンマーってやつが、めちゃめちゃできるらしいと、プラさんがね、いう噂を聞いたので、やってみるしかないでしょうということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。で、結構素材を使うっぽいんで、うん、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。もうフルで使ってる状態ですね。さあ、じゃあ、今作りたいのは、やっぱりクーちゃんのプラ3装備なんで、これを作っていこう。ああ、プラス2が確か確定なんだよね、できるのが。おやる気か？マジかー、できなかったー。オータムハンマー、なんか回復できるのないかな。足りないのはここだけだよね、石だけ。じゃあ石回復してちょっともう一回挑むか。危ねえ、変なの作るとこだった。やったー！ということでね、いや今回やっぱりオータムハンマーやばいかもしれない。そしてなかなか捨てもいい感じになっちゃいましたね。ほー、なんか余ってる素材でなんか作れないかな。あ、これ作れんの。え、こんなの作ってどうすんの。まあいいや。あれ、これプラさん持ってたっけ。大成功。あれ、これプラさん持ってたっけ。やべえ、プラさん持ってる装備作ってしまったかもしれない。うわー、これやっちゃったかちょっと流れで作っちゃったけどさ、なんかプラさん持ってた気がする。持ってないわ。はい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 。じゃあそうだな、今回の動画では、まあ、やっぱりね、このクーちゃんの専用武器プラさん使って、まあ、どんな感じなのかやっていこうと思います。じゃあ早速クーちゃんを編成した編成で潜ってみようか。そうだな、これでいったら強すぎるかな。強すぎるか。これじゃあクーちゃん攻撃できないか。しょうがない。じゃあクーちゃん特別編成をやっぱ組むしかないか。外す。よし、これでいってみよう。前から見るとこんな感じ。かわいいね、クーちゃん。じゃあ、クエスト早速いってみましょう。やっていくクエストは、まあ、緊急クエストもう潜れなくなっちゃったんで、ここだな。さーて、今日も世界を平和にするよ。さあ、クーちゃんの攻撃見てみましょう。おお、かっこいいじゃん。クエスの勝ち。いいじゃんいいじゃん。あとは全体なのか何なのかが知りたいね。ここでわかるね。あ、全体だ。あ、いいじゃん。クエスの勝ち。このキャラで全体はいいよね。ナハナと一緒って感じっすか。なるほどなるほど。あ、でも使いやすい子でよかった。しかもプラ3の性能って感じっすね。レベル40代でこれぐらいの威力が出るんで。おお、いいね。いやー、いいじゃないか。いいじゃないか。いいね。いや、よかった、クーちゃん引けて。しかも、オータムハンマーめちゃめちゃいいね。あれだな、取ってないキャラ武器手に入れて、
もうちょっと掘ってもいい感じ、掘ってもっていうか使ってもいい感じだな。あとオータムハンマーが今回イベントで掘れるかどうか。あなたのなすべきこと。なるほどな。もう一度自分に問いかけてみた。いやでもクーちゃんは強い。これは確信だわ。そして可愛い。可愛い。あとはやっぱオドなんで命中率がちょっと低いのかな。それを今後ねレベル上げて。その血を捧げよう。あ、そっかそっか。斧の。いや、斧のこのさ、斧特性めちゃめちゃいいよね。発動率低いけど。いや、でも全体攻撃は使いやすいな。うわ、死ぬ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 。やめてくれ。闇に焼かれ、その血を捧げよ。てか、あれだね。今更思ったけど、クーちゃん早いね。なんか行動順が。え、こいつが遅いだけ？ノマが遅いだけなの？なんかよくわかんないけど、クーちゃんがめちゃめちゃ早い。歩むべき道、もう一度自分に問いかけてみてください。いや、迷宮ももうこういうキャラ紹介でしか行かねえな、本当に。オッケーオッケー。クエスの勝ち。結構長いよね、迷宮。てかこの一番下のルート選んだらさ、あれなのかな、悪性以外のレシピって手に入るのかな。ちょっと詳しくないか分かんないんだよね。まだ迷宮のさ装備も装備レシピも全部手に入れてないから、一応ねこういう機会に手に入れていきたいんだけど、まあなかなか落ちないよね。いやーいいね。あとはなんかちょっと威力にばらつきがあるのは何なの？ねえ、この敵には300とかしか与えられてないから、そこがちょっと分かんないっすね。もうちょっと調べてみないと分かんないな。闇に焼かれ、その血を捧げよ。ああ、でもクリ出て1300って感じなのかな。クリが出ると結構威力通るの。なんかちょっと分かんない。あなたのなすべきこと、歩むべき道、もう一度自分に問いかけてみてください。長え迷宮、すげえ長えな。こんな長かった。まあクーちゃんの力がよく見れるからいいか。この程度で剣を握るのだ。身の程を知るがよい。闇に焼かれ、その血を捧げよ。紡ぎなさい、白銀の精霊よ。オッケーオッケー。クエスの勝ち。いやでも嬉しいな。まず星5が出る時点で嬉しいのと、やっぱ専用武器がこんな感じで使いやすいと嬉しいっすね。白銀の精霊よ。いやこれはクーは那覇のと一緒で長いこと本当に汎用性が高く使えそうだな。で異世界も V が多いような異世界であれば結構使いやすいのかもしれない。ただなー、斧キャラってのがなー、ちょっと悲しいとこなんだよな。耐久力がねどうしてもないんで。白銀の精霊よ。闇に焼かれ、その血を捧げよ。紡ぎなさい。あと必中文字とかではないね。あと魅了あるのはいいね。闇に焼かれ、魅了あるのはいいけど、まあ、この魅了を使う場面が出てくるのかな。白銀の精霊よ。死んだ。クーちゃん初めて死んでしまった。でも生き返るクーちゃん。あなたのなすべきこと、歩むべき道、もう一度自分に問いかけてみてください。闇に焼かれ、その血を捧げよ。紡ぎなさい。いやちょっとクーちゃん攻撃しないでほしいんだ。クーちゃん死んだら嫌なんだけど。あ、死んじゃった。なんだよ、これでクーちゃん死んじゃったから撤退しますか。ちょっとあとどれぐらい迷宮がかかるのかよくわかんないけど、身の程を知るがよい。まだあるかな。なんかまだまだありそうだな。これ最後か。これ最後っぽいね。多分いけるでしょ。
いやでもクーちゃんの力は存分に見せられたんじゃないかな。なんかすごい荒々しいけど威力が低いな。あでも今結構やっぱクリティカルだと結構ダメ入るね。闇に焼かれその血を捧げよ。闇に焼かれその血を捧げよ。白銀の精霊よ。いやなんですげえ回避率高えの。やっぱレベル上がるとどんどん回避率も高くなるんだな。ノマとかさ全然アクセ防御アクセだから、あ防御力アップアクセだから回避関係ないはずなんだ。その血を捧げよ。あなたのなすべきこと歩むべき道もう一度自分に。あなたはいこれでクリアと。いやなかなかね空の強さ楽しめたんじゃないかなと思います。まあ、特にレシピは出なかったね。いやよかったくマジで嬉しい。そしてオータムハンマーやっぱいいね。キスでお迎えするのが上司。まあ、次回はねアンの専用武器を紹介していけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね。